勇者の仲間たち、その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。たとえロトゼタシアが闇に包まれても、全てが終わったわけではない。まだ希望は。一時はエラ、皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡。
勇者がお目覚めになったのね。こうしてはいられない陛下大丈夫よ。私にはまだやることがある。それまでは。おお。あら、おはよう。その姿、とってもお似合いよ。いつにも増して、傷はだいぶ癒えたようですね。王国の民があなたを運んできた時にはナンパ船みたいにボロボロだったので、魔王はあなたを死んだものと思っていました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の姿に変えていたのです。あれからもう数ヶ月になるかしら。私の魔法で魚の姿になったあなたは今までこんこんと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えればやがて人間の姿に戻れるでしょう。これであなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。聞きたいことがたくさんある。そんな顔をしていますね。あなたが挑んだあの戦いのこと、共に戦ったお仲間のこと。すべてを受け入れる覚悟ができたら、私についてきなさい。
人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは森人の海、海底の王たる者だけが立ち入ることを許された海。これは王家に伝わる千里の真珠、川や湖、一滴の朝露。地上にこっそり雨を降らせました。今ならこの雨を通じて世界を見ることができるでしょう。さあ、準備はいいですか。今世界はどうなっているのか、千里の真珠に。これが今のロトゼタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに、熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、空からは燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し、魔王ウルノーガは多くの命を一瞬にして奪い去ったのです。絶望が新たに生み出すものは悲しみだけ。帰る家もね、家族もいねえ。だけど命がまだあるじゃねえか。それな、そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこに、諦めるな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何か。歩け、歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦。絶望の中にも希望は残っています、この世界のどこかに。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。世界の意志たる命の大樹は地に落ちました。そして今世界を滑る魔王は、命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世のすべての命を摘み取り、悪しき力に変えようとしているのです。
あれは私たち海底の民の命を狙う魔王ウルノーン。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺、魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。間もなく結界が砕け、海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。もうあまり時間がありません。王国へ戻りましょう。不思議な人、あれほどの世界の惨状を目にしても、その人、これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪った、それは未だあなたが魔王と戦う運命の、勇者よ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に歩むべき正しい、全ては大樹の導きの、見ろ結界が、ウルノーガはせっかちなのね。別れのこと、向きなさい。振り返ってはなりません、勇者と。勇者とは最後まで決して、海底王国の民ども、
こいつはでかいぞ。まさか伝説の人く。やったぞ。世界が破滅したって言ったって。人？いくら腹が減ったって魚の餌を横取りするやつがあるかい？おい、あんちゃん泣いてんのかい？何が何だかわからんが深いわ。よし、困ってるやつは放っておかねえ。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て一晩休んでいけよ。けどな、あそこなら最後の砦なら力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには、さあ、そうと決まればさっさと出航だ。おお、あんちゃん、お目覚めかい。しっかり、なんだよ、あんちゃん、知らねえのかい。あの不気味な闇は、おっかねえ爆発が起きた日に、それ以来、あの闇が空を覆っちまって、この大陸に住む。まずい、隠れろ。危ねえ危ねえ。奴らはな、闇と一緒に城から湧いて出た得体の知れねえ魔物どもだ。ち、奴らめ、腹をすかしてこんなところまで出てきやがったか。面倒見てやりたかったが、この小屋で食料を調達すんのが俺の仕事でな。だがな、あんちゃんは一刻も早く、もっと あそこには俺たちの希望、英雄がいるからな。あんちゃん、ここから西に行くと、医師の大滝がある。最後の砦はそこを抜ければすぐだ。